い、やったんでです、いただきます。はい、眠いね。あ、こんな時間になっちゃったね。遅くなっちゃいました、すいません。はい、本日はですね、藤沢市にありますこちら、満腹酒楼さんにお邪魔しましたね。はい、こちらですね、なんかびっくりしたのがですね、まあ、こちらなんかあの酒湯麺が食べれるところでも有名でございますけども、まあランチに来たらね、お得すぎてびっくりしちゃった。だってランチ定食680円税込みですよ。680円税込みってこのご時世やばくないですか。それも種類が豊富で、五目豆腐煮付けやね、水煮、四川風料理、豚肉、山椒、唐辛子煮とかね、油淋鶏とか、あと五目野菜と豚肉細切り炒めとかね、高菜とイカのからし炒めとかね、すごくない？豚肉と卵のきくらぎ炒め、これがそうですね、私が頼んだ定食でございます。そして酢豚、この7種類から選べて680円税込みですよ。奥さん、こんなお得なことないですよ。30分以内に電話してくださいね。なんでやねん。ねえ、そしたら値段が上がっちゃいますから。それでライスとスープと漬物と杏仁豆腐までついてくるっていうね。あ、ザーサイか、ザーサイもついて、ザーサイですよ。すごいですね、すごいですね。あ、お酢かけちゃった。はい、それ以外にもね、酒湯麺が食べたい時は酒湯麺のセット、麺類プラスご飯類ね、これでも 税別787円、お得だね。ネギ酒湯麺、野菜酒湯麺、担々酒湯麺、麻辣酒湯麺から選べて、丼はミニ麻婆丼、ミニ中華丼、ミニ天津丼、半五目チャーハンってね、その中から選べるっていうね、お得だね。ついついね、できればランチメニューじゃないのをね、取りたかったんですけど、こんな680円で、こんな贅沢なね、野菜いっぱい入ってさ、きくらげもさ、いっぱい入ってさ、こんなの食べれちゃうって嬉しいですよね。この野菜不足のこのご時世ね、卵も高いのにさ、あ、もう安くなったか、こんなにふんだんに使われててさ、最高ですよ。なんかね、あのコースみたいのもいっぱいありましてね、メニューもね、壁一面にずらっとね書かれてましたね。なんか食べたいのいっぱいあったからさ、困っちゃったね。これをお酒飲みながらさ、こうやって中華の一品一品をさ楽しめるとてたまりませんよな。そうそう、ちょっとね、昨日おとといと動画が何回も同じの上がったりしましたけども、なんかね著作権が引っかかっちゃってて、なんだろうと思ってたんですよ。吉野家とすき家あげた時に両方とも著作権引っかかっちゃって、でさ、なんか原因が分かんないでずっとさ調べていたんですけども、分かりましたよ。なんとね、今までこうやってナレーションをつけてる時に流していったら音楽 BGM がなんと有料化されてたの。それで著作権侵害で引っかかっちゃってたんですよね。最悪だ。しかもさ、このレビューで使ってたさ、この BGM タン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 と音さ、これ好きだったんだよね。もうバンされる前からさ愛用していた BGM で、必ずアボちゃんの動画イコールこのタン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 みたいなさ、
音楽がついてるっていうね、とてもね、あの私にとって大事な BGM だったんですけども、なんか有料化されて多分ね月々サブスクで2000円かな払わなきゃいけなくなっちゃったの。だからさ、ちょっと音楽、このナレーションをねしてる時にちょっと音楽変えましたけどね、ちょっと違和感ないか心配ですよね。これからはこの音楽とともにアボチャンネルやっていきたいと思いますよ。やっぱ音楽ってさ、思い出が刻まれるからさ、ちょっと残念なこともありますけども、これからこの音楽に思い出を刻んでいこうじゃねえか。おお、かっこいいじゃねえか。なんでやねん。じゃあね、バイバイ。